くん。シャムトラジャン君の朝でございます。シャムトラっていうのは覚えないと、いつもなんだっけってなって、うん、ね、知らなかったもんね。ジャン君、近頃ではこういう柄の子をシャムトラと呼ぶそうです。特徴は耳黒、顔の真ん中あたりちょっと黒、そして手足の先、尻尾が黒っぽいと。あとさ、ジャン君ちょっと背中が分かんない、分かりにくい。この辺がちょっと黒っぽいね。あ、そうだね、背中がね、うん。それも割とみんなそんな感じだよね。そうそう、みんなそう。よいしょ。本当のシャムちゃんもそうだからね。で、若い頃のジャン君はこういうところが白に近かったです。お腹とかね。で、今は年を取って黒っぽくなっております。ガラガラ王子。そしてポンちゃんは純粋な黒猫でございます。ただしちょっとだけ白髪みたいなのがね、まばらにあります。お腹にもちょろちょろっと白いのがあって、背中に少しだけ白の毛が混ざっています。口の中に白があるよ。口の中に白、あざっぽいなんかね。これはいろんな猫を調べてないからちょっとわからないけどね。黒猫でもそうなのか、黒猫はそうじゃないのかわかりませんが、完全に再現したわけではないんですけど、このイージーアフターエフェクツが出しているこのチュートリアルに関しては、一応押さえるべきポイントというか、重要なところは、勉強の途中ですが、ジャン君が遊びたそうにしているので遊びます。はいはい、もう一回だ。行くよ。あ、ちょっと弱い。もう一回。はい。遊びたいじゃないのかい。よいしょ。あ、ちょっと。ジャン君。珍しいとこ入ったね、ジャン君。ジャン君。遊びません、うん、遊びたいわけでもなかったのかにゃ。ずっと見つめてるから遊びなのかと思ったよ。これはどう？あ、いた。はい、でもだね、やっぱりね、はい、かわいい、はいはい、あら、かわいい、はいはいはい、
ワーナーみたいになってるよ。これは上に乗っかけた。紐の方がいいかな。今日は紐の意味、あ、ごめんね、頭かけちゃった。はい。うるん。ジャック。探してますか。これどこだっけ。あ、これね。はい、おいで。ジャン君。ごちそうさま。ジャン君、ポンちゃん。